フィギュアスケート、近畿選手権、9日、尼崎スポーツの森。男子ショートプログラム、SP が行われ、昨季の4大陸選手権で4位に入った三宅星、南、瀬名、20イコール神田イコールが、83.44 点で、首位。69.92 点の友野和樹、24、イコール、上野芝スケートクラブイコールが2位につけた。三宅は、SP、アンチェン・インド・メロディーで冒頭の4回転サルコーを3点、近い加点をつけて成功させると、続く、トリプルアクセル、3回転半ジャンプも決めた。2位の友野に大差をつけた、SP 首位に、去年やっと80点台が出せるようになり、今回はミスがあっても80点台が出せたと手応えを口にした。ルッツ、トーループの連続3回転の予定は、1本目の着氷が乱れたが、こらえて2回転をつけて、コンビネーションを成立。今までだとあそこで諦めていたが、着氷がうまくいかなくても次をつける練習を詰めていたのが出たと頷いた。シニア2年目。高橋大輔を育てた、長江歌子コーチに指示する20歳は、3回転のミスはあったが、今までなら、弱気になっていたのを弱気にならずに、自分を信じてやれたのが良かったと、笑顔で話した。